みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。エフェクターをつなぐ順番ってどうしたらいいんですかみたいなお話をよくいただきますので、ご質問をよくいただきますので、この動画の中でベラベラとお話をさせていただこうかなと思います。コンパクトエフェクターでもマルチエフェクターでもいろいろこうエフェクターの順番を変えられるものが多いので、なんかこうどうしたらいいんだと迷う方も結構多いかと思うんですけれども、参考にしていただければという感じでしょうか。一般的にこうした方がいいとか、こういう人が多いとか、こうなることが多いというセオリーはあるんですけれども、実は正解はないです。いろんな順番を試してみて、いろんな音を試してみて、その自分が求める音とか、かっこいいなと思う音を探すのが一番いい方法なんですけれども、先ほど言った一般的にこうなることが多いという、そういうセオリーを軽くお話しさせていただこうかなという感じでございます。で、こんなカードを作ってみました。エフェクターの種類ってもうすんごいいろんな種類があるので、とりあえずざっくりカテゴライズをしていきます。とりあえず一番最初に持ってきた方がいいのが、こう粒す系、圧縮系のエフェクターですね。コンプレッサーとかでございます。コンプレッサーってなんだよという方は結構いらっしゃるかと思うんですけれども、後でちょっと音を鳴らしてみますので、分からなくても大丈夫です。で、その次に持ってきた方がいいのは、歪み系のエフェクターでございます。ディストーションとか、オーバードライブとかそういうやつですね。これはさすがにわかるかと思います。で、その次、揺らし系のやつ。音を揺らすタイプのエフェクター。実際のエフェクターの名前で言えば、そのコーラスとか、あとフランジャーとかそういうやつですね。で、その次、響く系のエフェクターでございます。リバーブとかディレイとかそういったものをイメージしていただければ OK です。で、その次、フィルター系のもの。オートワウとか、ワウとか、そういうものでございます。イコライザーとかもフィルターっちゃフィルターですよね。で、その次、ノイズ取るということで、ノイズリダクションとか、そういう感じのエフェクターでございます。ノイズを取るためのエフェクターでございます。そのままの意味です。で、その他のエフェクターという感じでしょうか。こんな順番が一般的なセオリーという感じですね。ちょっと音を鳴らしていってみますと、Zoom の G3 を使って今、それぞれのエフェクトをシミュレートしてみているんですが、まず、一番最初に持ってきた方がいいといったこのコンプレッサー圧縮系のエフェクト。別に使わなければいいんですけれども、それはそれで全然構わないんですが、この音を整えるためのエフェクターなんですよ。生音は今こんな感じです。弱く弾けば弱いし、強く弾けば強く音が出てくるしと。コンプレッサーというのをかますと、弱い音はちょっと持ち上げて、強い音は圧縮してみたいな感じで、この音を整えてくれるんですよね。なので、弱く弾いてもそこそこの音量が出てくるし、強く弾いてもそこそこのダイナミックス、強弱はあるんですけれども、設定によっては結構グッと圧縮することもできるというエフェクターでございます。これをつけておくと、その音が均等になってくれるんです。例えば、そのピッキングのアラがなんかこう 目立たなくなってくるとか、あとタッピングとかこういう。すごい音量が小さい奏法とかでも、しっかり音が出てくると。これをオフにすると、こんなものですけれども、オンにすると、結構はっきり出てきますよね。あと、カッティングのときにその、強い、弱いみたいな、ああいうこのムラみたいなのを、軽減するとか、そんな感じでございます。とにかく音を整えるわけですね。で、その次につけたほうがいいのが、歪み系のエフェクターでございます。これは今、オーバードライブがシミュレートされているんですけれども、鳴らしてみるとこんな感じ。これは言わなくても分かるかと思います。普通に歪んでおります。で、その次に来たほうがいいのは、揺らし系のエフェクターでございます。コーラスとかですね。オンにするとこんな音です。ちょっと歪み消しますね。すごい透明感が出てくるというか、すごいこの爽やかな感じがしませんか。オフにすると、こんな感じの音。オンにすると、
ような感じですよね。透明感が出たといいますか。で、その次に来た方がいいのは響く系のものですね。今僕はリバーブをシミュレートしております。弾いた後に、ちょっとこの残響、エコーが残る感じでございます。ちょっとわかりやすく大きくしてみますね。こんなの。弾いた後にこのバリ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 と残響が残るエフェクターでございます。ちょっとわかりやすく強いままにしておきましょう。で、もう一つ、ディレイ。これも入れてみましょう。これももうちょっと大きくわかりやすくすると、こういう感じで、後から追っかけてきてくれるエフェクターでございます。先にディレイがあって、後にリバーブと、まあ、そんな感じのセッティングに今しております。で、特にフィルターとか、ノイズリダクションとかを入れたいんですけれども、まあ、この辺に入れておくと良いかなという感じでございます。それぞれちょっとこのお話をさせていただきますと、そのギター本体からこのエフェクターを通って、まあ、アンプに行くわけじゃないですか。ギターからスッと行って、ガーッと通って、まあ、アンプに最終的に出力をされると。ということは、その後ろにあるエフェクターの効果が優先されるわけですよ。ちょっと試してみたいのは、ここの揺らしと歪みを逆にしてみるパターンとか、この順番だと歪んだ音に対してその透明感がある音を加工しているわけですよね。でも、これを逆にすると、普通のギターの音を爽やかにしてから歪ませてしまうんですよ。そう考えると、後ろの歪みの効果の方が強いわけなので、その揺らしといいますか、そのコーラスの効果が薄くなってきてしまうんですよね。ちょっとやってみましょう。それぞれ音を切って、これだ。これは普通に歪んでから揺らしております。逆にしてみます。戻します。逆にすると、この揺らし効果みたいなのは残ってはいるんですけれども、ちょっとこう薄れたといいますか、ちょっと質感変わった感じですよね。セオリーとしてはこっちの順番の方がいいんですけれども、もしその順番入れ替えた方の音が良いと感じたならば、それはそれで OK と、まあ、そんな感じなわけでございます。で、例えばこの響くリバーブとかのエフェクターも一番最初に持ってきたりとかしてしまうと、ギター本体の音にそのエコーの効果がかかって、で、それがそのまま丸ごと歪みにかかったりとか、そのコーラスかかったりとかしてしまうので、ちょっとこう予期しない音になってしまうと、まあ、それはそれでまたかっこよかったらそれでいいんですけれども。で、ノイズトルコのノイズリダクションなんていうエフェクターも、どっちかっていうと、この後の方に持ってこないと意味がないんですよ。なんでかっていうと、その歪みとか揺らし系のこの辺のエフェクターが一番ノイズが出やすいエフェクターなんですよね。なので、ギターの音がこの辺を加工されてきて、ちょっとノイズが乗っかってきたなって後にこれを持ってこないと意味がなくて、ギター本体から速攻でノイズリダクションを通るようにしても、その後でノイズが乗っかっちゃったら全然意味ないじゃないですか。そんな感じで、後にあるエフェクターの効果が優先されるというふうにこう意識して音作りをしていくと、いろいろこの答えが見つかるかなと思うんですけれども、どうでしょうか。で、今回は試しませんけれども、そのワウワウとかもそうですよね。ワウペダルとか。あれも、まあ、ここに持ってきても別にいいんですけれども、より一層そのワウワウ効果みたいなのを、ね、がっつりと得たいのならば、まあ、一番最後の方に持ってきた方が一番ワウワウするよという感じです。でも逆にワウワウしすぎが嫌だという場合だったらば、歪みの前に持ってきたりとか、ギター本体から直接つないでしまったりとか、そういったのも全然ありだと思いますけれども、基本的には後ろの方がより効果を発揮しやすいという感じでございます。で、他にもその例えば、ワーミーとか、あとこのディレイでもこうなんか、ね、いろいろなこの音階になったりとか、あとこのピッチシフターとかいろいろあるんですけれども、まあ、それはまあ好きなところに入れていろいろ試してみていただければという感じです。とりあえず話をまとめますと、一般的にはギターからスタートしたら、圧縮系、歪み、で揺らし系、残響音系、フィルター系、でノイズ、リダクションとかがあって、アンプの方に出力をする。まあ、そんな感じに
なっております。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。まあ、そんなセオリーを知っておいて、まあ、いろいろこう試行錯誤をして、いい音を目指して作っていただければなという感じでございます。そんな感じでしょうか。また違う動画でお会いいたしましょう。それでは、さようなら。